はい、どうもこんにちは、フル。今日はね、はい、どうも、今日大山さんがね、705、ちょっとあの新しいファームへ入れたけどね、海外のレビューター聞けへんやんけっていう話でね、聞いていただきましたんで、これちょっとやっていきましょう。あ、バージョン 1.3 になってますよね。大丈夫ですね。で、多分レピーターリストを入れないといけませんと。で、一旦これ電源落としまして、で、ここにね SD カードありますんでね、ここのマイクロ SD に入れていきましょうと。まず IC705 のアイコムのサイトでダウンロードをします。まあ、今日はね、ちょっとあのゲストさんいっぱいいらっしゃいますんでどんどん突っ込んでくださいね。これや、これや、レピーターリスト、これ、これ更新します。で、これ同意してダウンロードします。ダウンロードできましたんで開きますと、ね、で、これ ZIP ファイルですね。はい、だからこのファイルね4つあるんでね、これ一旦コピーしますね。で、これを、SD カードの方にね入れていきますと。で、1回 SD カードの705のところに入れるんですけど、ここでまず CSV ファイルはここに入るんですよね。レピーターリストね、レピーターモニターサンプル .csv というファイルはここじゃないんですよ。これはね、ここのレピーターモニターって、ね、ここに入れるんですよ。これだけ。で、ICF ファイルはどこかというと、ここセッティングに入れます。はい、入れました。ほなね、これね、取り出しましょうかね。はい、で、パソコン終わりと。で、IC705 戻りますと。ね、はい、で、これ、まずね、抜いてね、はい、で、こっち、黒い方がこっち来るように入れなあかんですね、これね。これ入れるの難しいですよね。あのね、当局のね、この指ではね、入らないんです。指が太すぎてね、いや、厳密にね、入れられるけど抜けないんです、ね。はい、入りました。ほなね、これ電源入れさせてもらいますね。はい、大丈夫ね。電源、オン！もう絶対わかんないんですけど、レピーターリストモニター設定ってあるんですよ。で、海外ってここに出るんですよね。これをレピーターモニターサンプル、これをね、はい、使用するにしてあげるんですよ。はい、こうしますと、これで、あのインポートします。インポートはセットの SD カードをインポート、インポートエクスポートで、インポートでレピーターリスト最新のやつ12月22日、はい、これ、はい、これ読ませてあげてください。はい、押します。するとね、あそこ増えるんですよ。はい、で、これで1回電源落とします。はい、今これ日本一親切なんでピザの設定をやってますけど、ね、なるほどね、すごいです。はい、ほんでね、ここで、これまず DR モードしますよね。で、ここでエリア CQ で増えたでしょ。あ、増えてます。増えてる、めっちゃ増えてます。で、これで、今西海岸、今何時や。ロサンゼルス22時49分からちょうどええわ。ちょっとカリフォルニア行きますか。カリフォルニア、カリフォルニア、サンディエゴ、サンディエゴ確か対応してるんですよ。モニター出たでしょ。出ましたね。で、これでレピーターモニターオンにしてあげると、ね、マークついてるんですよ。はい、で、向こうで誰か喋ったらいけるし、ね、あ、ちょっと待って、これあれや、ターミナルモードしてあげたら、あ、できた、できた、はい、これで喋れます、ね。で、マイクつないでカーチャンクしたら繋がるかどうか分かるんで、はいはいはい、完成です、FR ラジオ。やりました、ありがとうございます。おめでとうございます、FR ラジオ。ありがとうございます。以上なんですけど、あの日本一早いレピーター設定でございました。ご苦労さんでした。ご清聴ありがとうございました。分かんなかったらまたあのコメント欄に書いてください。以上、JK3OTH でした。73、さよなら。ワッフルさんでした。はい、ワッフルでした。